中将尉、今日からこの部隊の通信オペレーターになりました毛林北村伍長です。もうお分かりだと思いますが、もう一度本作戦について説明させていただきます。皆さんはこのままミディアで移動し、ポイント36で降下、そこから4時の方向に1キロ行ったところにあるジオン基地を攻撃してください。敵基地は防御用のトーチカで守られていますので十分注意してください。また本作戦はモビルスーツ同士の戦闘データの収集が目的です。基地を破壊させる前でも敵モビルスーツを全機殲滅したら直ちに撤退してください。それではご分をお祈りしています。ミノフスキー粒子濃度62、これなら敵に気づかれずに接近できます。ほんじゃまあ、ぼちぼち行くとすっか。お先に行くぜ、優勝医。モビルスーツ部隊沈黙、あとはザクだけです。やれやれ、敵さんのザクなんかよりこのジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると、生きた心地がしのぐったぜ。俺は死ぬ時はベッドの上って決めてんだ。優勝医、お互い鉄の棺桶の中じゃ死にたくはねえよな。
一つの戦いは終わった。戦士たちは互いの無事を喜び合い、生きていることに感謝する。しかし、その陰で多くの敵が死んでいったことを悲しむ者はいない。だから、奴は来たのかもしれない。死んだ者たちの魂の叫びに応えて、奴こそは戦場を駆ける青き死神。ジムパイロットの皆さんは各機独自の判断で応戦してください。おいおい、勘弁してちょうだいよ。なんなのよ、そのいい加減な命令は。来た。あれはジムじゃないか。なぜ早い。とても人間が操縦してるとは思えない。やるしかねえか。マシントラブルか。何にしても助かったぜ。危なかったな、ユウ。戦場には2種類の人間しかいない。死んでしまった者とこれから死ぬ者だ。そのどちらも嫌なら戦場に足を踏み入れてはいけない。だがすでに青き死神に目をつけられたユウに、鉄の馬を降り銃を捨てることは許されない。彼に残された選択は、生きるためにひたすら戦う、それだけだ。